今回ストーリーでこういう募集をさせていただいたんです。タバコが美味しい買った瞬間の話、うんうん、これめっちゃ聞きたいよ。この瞬間がマジでタバコがすごい美味しかったんですって話聞きよったら吸いたくなると思うよね、うんうん、なのでまあこういう話を聞きながら吸いたいなって思ったら僕たちもタバコを一緒に吸っていこうかなと。ああ、なるほどね。そういう形式でね今回はみんなのエピソード見ていこうかなと思いますんで、インスタのフォローよろしくお願いします。お願いします。これはお前の物語だ。エピソードだけで吸いたくさせるって結構まあね、まあすごい。まあまあまあ、もしかしたらこのタバコに火をつけることはないかもしれないですよ。まあじゃあ聞いていこうか。はいはいはい。出会った人の中で一番タイプのやつからシガーキスで火をもらってそいつを眺めながら吸った時、なずるくね。一番タイプな人からシガーキスで、でその人の目の前にいます。こうやって長になる。そりゃもう最高に美味しいでしょうね。さぞ美味しかったやろ。しかもだけその子も喫煙者ってことやろ。そうです、最高や。めちゃくちゃタイプな子と二人きりで吸えるっていうだけでもう絶対うまいのにシガーキスまでして、もうもうおじちゃんしんどいよ、もう胸が痛いよ。おじちゃんキュンキュンキュンする。そんな青春したいよおじちゃんも。彼女と別れる時に最後一緒に吸おうって吸ったタバコが一番美味しかった。あ、喫煙者カップルね。切なくね。選別というかね、別れのタバコ、うん、それでけじめをつけたよな。タバコにはこうエピソードがあるんですよね。そうだよね。それがやっぱ人生の苦闘点とかやっぱ言われるゆえんなのではないでしょうかね。いいものですね。友達と学校の屋上で吸った時、今思うと良くなかったですけどね。こういう若い時の ね、まあ、若気の至りというか、若気の至り、友達とちょっと悪いことしようぜみたいな青春時代も、まあ思い出だからこそいいんじゃないですか。そうね。まあ今す時代も時代ですからなかなかできんからね、うん、時代を感じるエピソードですよね。これも同窓会とかであの頃こういうことやったよなってなって、またそこでまたうまいタバコが吸える。うん、素晴らしい。大学の部活の大会で優勝してバッテリーで肩組んで吸った今。おいおいおい、胸熱やな。胸熱ですわ。青春を感じるな。どれからも別れた日に友達と語り合いながら初めて吸ったタバコ。おお、ね、もう初めてからうまかったね。まあ元気出せよって。タバコでも励ましタバコね。タバコを吸うときってこう少数のコミュニティで話したりするやん、夜とかにベランダとかに。でそういうときにやっぱこう結構悩みとか将来のこととかも話すわけですもんね。そうですな。そのねいいお供になってくれますタバコは。僕らも昔よくやりましたよね。そうやね。屋上とかねベランダでね一回語りましたね。前を向けよっていうね、タバコも煙がこう背中押してくれますんで、非常にウェルですな。ウェルです。人生初の一人旅、最後の夜、築50年以上の宿で星を見ながら吸った時、おぉ、いろいろ思い出しました。おぉ、いや俺さ、最近ちょっと一人旅願望があるんですよ実は。おぉ、誰も俺のこと知らんし、うん、俺も全くその街知らんみたいなとこ行って、うん、ちょっとフラフラしたいなって思ってるんですけど、もうその僕にはめちゃくちゃ刺さった。しかもその古い宿みたいなんで、もうほっと吸いたい。旅館とか行って浮気現場目撃 してタバコ吸ってること隠してたけど最後目の前で吸ってやったとき、あー、仕返しタバコね。仕返しなかなか珍しいタイプの美味しさやろ。やってやったぞタバコという。そうですね。強がっとるように見えてやっぱりこう悲しさも感じるというか、うん、なんとも言えないタバコですねこれは。切なさもあり、まあ多分そのタバコで踏ん切りがついたと思うんですよ、うん、隠しとったのを暴露する、うん、いろいろなことを吹っ切るタバコやった、ね、そう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 。嘘本当それ本当に嘘でしょそれ昼に彼女とエッチして夜に浮気相手とエッチした後のタバコが過去最高に美味しかったです。おい毒じゃないかい。無尽蔵やな性欲が。まあまあまあ背徳感タバコですなこれはな。俗に言うわかるけどね、背徳感の気持ちっていうのは。でも本当にクズです、うん、クズですこれないです。気になる男の人とホテルに泊まった日の朝に男の寝顔と朝日を眺めながら吸ったタバコ。これね俺もめっちゃ好きなんすよ。女の子の寝顔を見ながら吸うタバコ、これめっちゃ好きなんすよ。あ、そういうご趣味をお持ちで。あ、そういう性癖をお持ちですか。もう性癖まで言っちゃった、禁煙企画で辰彦が苦しんでる時。い
いや、これは多分めちゃめちゃ多いと思います。やっぱり俺らが苦しむ様を見て、特に禁煙ねとか、俺の一日一本生活とかで、コメント来てたんですよ。これ見ながらスタバがいっちゃうまい。人の不幸が大好きやね、ほんまに。まあでも美味しいかもね、確かに。人がタバコ吸えないっていうのが、ね、付き合いたての彼女の金ピスってる姿に見とれながら吸ったタバコ。彼女やな、ほんまに。大事せよ。いや、ほんまに見とれてまうな、それは。確かに。そんな一番のタバコのお供ですよ、彼女が。タバコ好きになるわ、こんなエピソードあったら。少し雪が降ってる夜の外で、星空を見上げながら好きな曲を流して、缶コーヒーとともに吸ったタバコ。スノースモーキングファンタジーですよね。雪と煙のハーモニーですよね。ああ、いい。学祭で公開告白して成功した後のタバコ。おい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 、すごっ。最高の達成感やろな。同棲してた束縛彼氏から逃げるために父親協力のもと車で夜逃げした道中で、車内で父親と一緒に吸ったタバコ。おー、ドラマかよ。ドラマティック。すごっ。いろいろ考えながら多分吸ったんやろうけど、いい親やね。いいね、協力してくれてね。で、一緒にタバコも吸ってくれて、ちょっと落ち着けよってね。あ、いい父親やな。映画にできそう、そのエピソード、すごい。昔バンドやってて初ライブで大成功した後のタバコ、あれは泣くほどうまかった。泣くほどうまかったか。初めてのライブなんかほんまにもうめちゃめちゃ緊張するし、これ大丈夫かなっていうのは、それを大成功で収めて、そのあとタバコもうあらうまい。うわ、ええな。やっぱタバコってええな。ええな。彩りをつけてくれるよね。うん、1個のエピソードをさらに1個高めてくれる。そうね。うん、じゃあ締めは僕たちのね、クルーのメンバーであるジョージ君からの、ほうほうほう、さぞうまいタバコが吸えるであろうエピソードで締めようかなと。2アンダーバージョージアンダーバー1さんからの投稿です。サウナ終わって重くそうんこしてビール飲んでる時っすね。低いどこれ。急に中国製のコメント来たよ。中華の子供に勉強勉強って言いたくないですよね。美味しかったです。皆さん、タバコが美味しいエピソードありがとうございます。ありがとうございます。まあ、まだまだね、いっぱいもう人の分だけあると思うんでね、うん、まあ、インスタフォローしてもらって、またこの同じやつもやろうかなと思って、うん、ぜひフォローしてってくださいね。はい、チャンネル登録高評価お願いします。お願いします。灰が溜まる灰皿、昨日の自分とは今夜さよ